さて、ですね、今回は、地図のね、このまだはまだ開拓していない、未開の土地を、ね、探検するのと、あとトラップタワーのね、建設にそろそろ、着手していきたいので、そのねトラップタワーの建設するポイントをね探したいなとついでに考えております。なので、今回は、とりあえず、探検をしてみたいなと思います。よろしくお願いします。すいません、早速の説明入りましたけど、で、一応ですねトラップタワー考えてるのはまあ、いっか進みながら話そうか。場所だけ、お話ししますと、海洋エリアにね、地上に作りたいと、初めての建設で、まあ、ちゃんと容量も分かってないので、地上に作りたいので、海洋エリアをね、探したいなと考えております。なので、この上のあたりにあるんじゃないかなとね、ジャングルがあって、その奥が、大きな湖なんかがあるんじゃないかなと思っておりますので、とりあえずそっち方面に向かいたいなと思います。こっちですね。では早速行きながら、これ出る場所がないんですよね村人の脱走しないように全て囲ったので、どこから出ましょう。あそこの海から出ようかもしね、いい場所がないようでしたら、天空ね、空に作る形にしようかなと考えておりますが、どうなることやら。さて、こんなにあんまりタイマーズも使えないので。で、お魚と骨を持ってきているのは、猫とね、狼を連れて帰るためです。狼はね、もう、たくさんいるので繁殖でね増やすことができるので、それほど重要視してはいませんが、猫ちゃんはまだ会ったことがないのでぜひ連れて帰りたいです。猫も繁殖できるんですかね、魚で。さて、またねジャングルのあたりに家も建ててみたいなと考えてるのですが、あら、ここジャングルじゃないのか、ただの森林地帯か。過去にね、本当は一回ね、これだけ今ちょっと変な形に開拓してますけど、そこをね、録画していたんですけども、音声が取れてなかったという取れてないのと、かなりグダグダだったのでバッサリカットしました。まあなんかね、よくわかんない会話もしましたしネタが尽きちゃってね、ゲームと全く関係ない話とかしてたので。ざっとね、今はね、地図で記されてる位置を開拓した限りでは、なんだかね、山岳地帯が本当に多かったんですよ。あ、海だ。なので、よしよし、本当食らわないね。フェザーフォーリングっていうんですよね。落下軽減のエンチャントを足につけてきたので、さて、ここいいですね。あ、やっぱりここは大きな湖なのかな。ここいいですね。あ、この辺りにも家建ててみたいな。ちょっとぐるっと埋まっているところを歩いてみましょう。猫が出てくるポイントってのも決まってるのかな。あ、なんかすごいいびつな木が立ってるけど、ちょっとこの丘登ってみましょうか。いいな、あの木いいなぐるっと外から回っていこう。あ、いい感じかも。どうしようかな、反対側のところも行ってみようかな、ひとまず。
何もないですな。何にもないですな。さて、ここを第一候補にしておきましょうかね。なんだか洞窟があるけど、まあ行きません。この辺りも、この辺りもいいかもしれない。あそこになんかある。そこになんかある。でも隅っこの方になっちゃうんでね。さっき君はいらない。ちょっとあそこ行ってみましょうか。なんだあれ。謎の建造物が。船持ってきたよね。骨がいらない。骨と、土がいらないか。置いて、ちょっと待って。ちょっと待って、君。ちょっと待って。一人でに行かれちゃったんですけど、乗れない。よし、ぶつかったら壊れるんですよね確か。なんだこれ、井戸か。 なんでこんなとこにあるの。登れないよね。これ砂利だよね。砂利がなんで浮いてるの。あ、え、何それ。ああ、そうだよね。なんかこれ井戸だよね。特に、あ、深っ。特に何もないですね。ちょっと待って。よし。夜か。そこで一夜を過ごしましょうか。じゃあ。わ、なんだこれ、なんだこれ。なんかす、いた、雲か。なんだここすごいな。こういうところになんか建ててみるのもいいですね。家をトラップタワーをね、壁に埋め込む形も面白いかなと考えたんですけど、地下に作ってっちゃうと多分湧き潰しというね作業が大変だろうなと考えたので、まあもう鉄もね、まあいらないわけではないんですけど、ここすごいですね。ここはすごいな。なんかいっぱいいるけど、これちょうどいいな。ちょっと覚えておこうかな。ここ使って何か。あ、ごめん。いて。爆発耐性もつけてるんで、全然効かないですね。すごいな。痛い。ダイヤモンドは伊達じゃない。なんかちょっと当初の目的からずれてってますけど、少し探検したいと思います。この辺りすいません噛みましたね。この辺りってこの辺りに建物というか家を建てるのも良さそうですね。すごい、それ何もない。平原ですね。あそこだけ氷があるのはなぜだろう。わ、またなんかある。すごい。あ、降りれる。行かないけど。ムーシュルームって言うんでしたっけ、キノコのね、島と、キノコの牛さんも、まだ発見してないんですよ。キノコのね、シチューなんかも作れるみたいなので、キノコ自体はね、あ、これ、多分まだ回収、あら、これはダメなのか、シルクタッチじゃ、みたいですね。あ、猫いた。空、ほら、魚だよ。
ジャングル、あ、ジャングルに猫は生息する。生魚の不意な動きについて言うため、向こうからやってくるのは待たなければならない。はい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 。おいで、おいで。おいで。私もあの家で、去年の夏頃から猫を飼い始めたので、この猫の扱いは。私が食べても意味がないと。自然と同化するんですよ。不意なこと言われても、ちょっと一瞬なんですよ。ほんと動かない方がいいのかな。おいで。どこ行くの。魚だよ。あれどこ行っちゃった。あ、いた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 。この野郎。捕まえるのに。ちょっと、食べようとしちゃうんですよ。待てこら。この野郎。いや、この方法でダメなのかな。寄ってこないと手なずけるができないのかな。食べるしか用意されないんですか。ちょっとごめん。やっぱり待ってみよう。どこ行った。俺で来ないか。なんかどんどん向こう行っちゃってるんですよ。シランプリされてるんですよ。ちょっとこうだ、これでどうだ。まさに猫みたいになってるんですよ。草むらから、ほい。あ、すごい、なった。色が変わったのはなぜだ。ちょっと待って、あ、すごい、泣いてる。その前になんで色が変わるんだよ。猫の尻尾でまたこれも体力が変わるのかな。ついてこい。お、いいね。あれ、全然ついてこないんだけど。気ままなんですけど、すごい。いやー、これ連れて帰りたいな。もう一匹欲しい。求愛モードって表示されたので、さあ、こっちだ。もう一匹探すぞ。お嫁さん探すぞ。さて、どこ？あ、ちょっとジャングルウッドでしたっけ。この辺りも回収していこうか。ツタってどうやったら回収できるんだろう。シルクタッチのツルハシじゃダメみたいですね。斧じゃないといけないのかな。どうやったら回収できるんだろう。あ、なんかこの巨木とかいいな。なんか壊したくないですね。こういうところに家をね、なんて言うんですか、建ててみたいんですよ。あら、ちょっと回収できないな。ちょっと、カシの葉がいらない。ちょっと回収しちゃってる。そう、にゃんにゃん言いながらついてくる。なんですか、これがいらない。ちょっと距離を置いて、種が欲しいな。あ、ココアビーンズでしたっけ。夜になっちゃう、まずいな。ちょっと寝ましょっか。これがいらないというか、何もいらないな。かまどやら何やらがいらなかったな。これもいらない。こうしてですよ。まずいね、もう夜だ。これ猫ちゃん死んじゃったりしないよね。画面がすごいんですけど。いるよね。よし。どうしようか。もう一匹見つけたいんだけどな。もう一匹と、苗木が欲しいんですけどね。あ、いた。なんか老けてる。老けてるか。おいで。おい。なんか、泳いでってるんですけど。ほら、近くに仲間もいるよ。よし、これで2匹目だ。ちょっとあんたたち溺れないでね。よし。じゃあ、どうしようかな。一度帰ろうかな。連れて帰りたいので。この真ん中あたりを通って、帰るようにしましょうか。
やっぱり尻尾で体力がわかるのかな。反り返り具合が違ったと思うんですけど。よし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 。よかった。とりあえず収穫はあったということで、またなんかあるんですけど。すごいとこから木が生えてるんですよ。とか、宙に浮いてるんですけど。よしよしよし。ちゃんとついてきてるの？この辺りを、当初の目的を完全に忘れちゃってるっていう。ついてきてるね。よし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 。ちょっとあんまり高い位置から行くと、落下で以前連れて行った狼が死んじゃったんですよ。ちょうど夜だ。これで1パート終わっちゃいそうですね。カットにして、まだ行ってない場所に行くようにしようかな。ここを中盤ぐらいにして。この下も松明置かないと湧いちゃうな、モンスター。帰ってきたぞーっと。入ってこい。よしよしよし、帰ってきた帰ってきた。どっかにドアというかゲート作らないといけないですね。よし。さて、アイテムでは整理して、残りの未開拓のねところに、探検していきたいと思います。では、ひとまずカット。さて、では行きましょう。まったりゆったりということで、果たしても、のんびり企画と。こっちか。松明をちょっとそこら中に置いていきながら行きましょうか。冬ももう終わりですねって、これアップしたての頃にね 視聴してくださった方はいいですけど、夏とかにね、この動画見た人は何点立てあげそうですけどね。3月に録画してるので、だいぶ暖かくなってきたなと。春らしい感じですな。さて、関係ないことをお話しつつ、まったりゆったり。GTA5 なんかでね、ドライブ動画なんて撮ってみてもいいかななんて思ったんですけどね。まったりとね、あてもなく。私、車の改造をしてすぐやめちゃったんです。お友達が GTA5 すぐ飽きちゃって、私も結局一緒にやる人がいなくなって、同じように離れていったんですけども。さてさて、これがすごいな。この上に立てるのもいいんでしょうけどね。128でしたっけ、湧くのが。高さがね。これはどのぐらいまであるんだろうな。今100か。一回来てるんですよね、ここ。なんかこの寒い丘の上っていうのもいいなと考えたんですけども、なんかこの寒い感じが嫌だなと。 なんか冷たい色ですよね。すぐ隣は雪ですし。危ねえ。ここ今飛び越えようとしてた。この辺りは山岳地帯なのかな。この辺りか。すごいな。これは降りれないでしょ
こを使っていきましょうか。すごいな、ダメージを食らっていないっていう、音だけになってますよね。あの足にジーンときたかなぐらいな。よし、あ、減った。よしよし、この辺りだ。この辺りもいいですね。なんかこの一帯を変えるというのも良さそうではありますが、どうしようかね。なんかすごい形ですけど、まさかの、ここ何もないの。ここから先全部海。そんなバナナ、そんなバナナ。さてしょうもないですな。ちょっと船作りましょうか。マジですか、マジですか。トラップタワーの建設には多分持ってこいですけどね。ここ全部海、砂漠エリアが全くない。今更気づくっていう。最初にやるべきなんでしょうね多分。よーしよしよし、ゴーゴーゴー、ゴーイングメリーゴー、私のゴーイ。さてさて、しょうもないですな。ちょっと何もないぞ。あ、あれはまさか禁止ブロックじゃない？そうだね。なんか木のちっちゃ、ちっちゃ、ちょっと待って。ぶつかるぶつかるぶつかるって、ちっちゃ。え？これ湧くの？あの牛ちゃん。まあいいや、一応覚えておこう。まあいっか。よし、ここに移住しましょうかね。この辺りにしよっか。では、次回、駅の作成にしようかな。トラップタワーの前に駅作成ということで、では、今回はこの辺りで。すごいマップだな、私の。まあ、もう、まあね、そんなに初心者だからいいのか悪いのかもいまいちよくわかりませんけども、砂漠が少ないかな、といった感じでしたけど、ここにまた新たな街を作りたいと思います。では、どうもご視聴ありがとうございました。また次の動画もお願いします。